不適切交際で自民党を離党し、議員辞職した宮沢博行前衆院議員が9月の総裁選出馬を目指す候補の資質をめぐり、インタビューに応じた。小林鷹之前経済安全保障担当相、小泉進次郎元環境省の若い候補については、派閥パーティー収入不記載事件で傷ついた党を刷新する役割も期待されるが、宮沢氏は新鮮さはすぐに陳腐化すると異論を唱える。今回の総裁選は、脱派閥政治の様相から始まった感がしますが、結局派閥政治に修練していくのだろうと予想します。小林さんは脱派閥を掲げながら、長老政治の影響を受けています。党内でキングメーカーとして長老政治を行おうとしているのは麻生太郎副総裁、菅義偉前首相ですが、甘利明前幹事長もそうじゃないでしょうか。小林さんには甘利さんがついているのではないか。長老政治に振り回されて非常に危うい感がします。小林さんの19日の記者会見を聞いて、スピーチ力に疑問を持ちました。国家観のなさが透けて見えた。国政全般において、彼は全然保守じゃないんですよ。インフラ整備やエネルギー政策は保守よりだが、皇室、財政、イデオロギーなどの面で保守ではないと述べた。